じゃあ、まあ、お母さんが貯金しておきます。あれはちっちゃい時全部お母さんに、貯金されてたけどね。ていうか、貯金っていうか全部没収だった。なんか、前の母様、すごいお金に厳しくて、全然、なんだろう、お小遣い、めっちゃ少ないし、お年玉は全部、なんか、没収ってか、なんか、あまやがもらったお年玉は全部、母様が、回収だった。うん。預かるとかじゃなくて、回収。うん。回収。で、父様からもらったやつと、父様からもらったやつと、じじからもらったやつだけ、あまやが使えるやつだった。あとは、親戚の人とかからもらったやつ全部回収だった。うん。そうそう。そうなん。いや、まあ別に、そこまでなんか、あんま何も思わなかったけど、今思うとやべえなって思う。あれみんな回収じゃないんだみたいなね。そうそう。うちは学費になった。ああ、そういうのもあれかもしれんね。やっぱでもね、いっぱい、今思うとなんかいっぱいお金使ってもらってたから、そう、もらえな、あんまりお金としてはもらえなかったけど、すごいあの家にお金、母様使ってたと思う。ちっちゃい時、ちっちゃい時からめっちゃ習い事いっぱいしてたから、なんかね、ピアノとかもちっちゃい時、ピアノと、お習字と、スイミングと、バレエと、ててそう。そう、毎日ね、お稽古いっぱい行ってたから、大変だっただろうなと。もう、うん。まあ、スイミングは一瞬でやめたんですけど。スイミングは一瞬でやめました。顔、水に顔つけるのが嫌すぎて一瞬でやめたけど。